モッサンハイボールクラブへようこそ。今回はこちら、 G1 シリーズ初登場、うまくて安いシングルモルトといえばこれ、グレンマレーをご紹介。今回はこちらのグレンマレーを一挙飲み比べていきたいと思うんですけれども、こちら皆さん一度はね、こう酒屋さんで見かけたことがあるかなと思うんですけれども、もうほんとね、こうシングルモルトの中ではほぼ最安ランクと言っていいんじゃないでしょうかね。2000円から3000円ぐらいで買える、もうシングルモルトとしてはかなりリーズナブルな価格で、グレンマレーさんはとにかく種類が多くてですね、まあ今回このオーソドックスなタイプに、さらに今回シェリーカスクとポートカスクをご用意したんですけれども、あとはやっぱあれですよね、なんかシャルドネカスクとかのピーテッドタイプとかね、いろいろあるんですよね。あと12年とか、本当なんかラインナップが豊富なのもね、あの特徴の一つですね。実際今回はですね、こちらすべて福袋から出てきたものをですね、一気に供養企画も含めて飲み比べていこうと思うんですよね。ではそんなグレンマレー、ここで少し概要について説明したいと思います。グレンマレーはスコットランドのスペイサイド地方で作られるシングルモルトウイスキーで、比較的安価で購入できるため、日頃から気兼ねなく飲める庶民の味方として有名です。もともとは製造したスピリッツの大半をブレンデッドウイスキー用として出荷していて、その優しい風味はブレンダーから高く評価されていました。ブレンデッドウイスキーで有名なハイランドクイーンのキーモルトとしても有名です。オフィシャルスタンダードがとにかく安いグレンマレーブランド、あまりメジャーなシングルモルトとまではいかないのですけれども、日本市場でも宣伝にかなり力が入っているようで、取り扱っている酒屋さんやスーパーマーケットもかなり増えているようです。18年を超える長熟品も少量ですがリリースされていたり、25年や30年などといったですね、超長熟ものも存在しています。そんなグレンマレーですが、スペイサイド地方の中心地エルギーに蒸留所を構えています。ロッシー川のほとりに建てられていて、この川の水が仕込み水として使われています。グレンマレー蒸留所の設立は1987年、創業者は地元エルギーの実業家となっています。グレンマレー蒸留所のあるマレー州はビール産業が盛んで、グレンマレー蒸留所の前身は実はビール工場で、これを改装して蒸留所が作られました。ウイスキーとビールは蒸留工程の直前10日発酵までは製造工程がよく似ているため、グレンマレーのようにビール工場がウイスキー蒸留所へと改装されている例は実は珍しくありません。そんなグレンマレー蒸留所で作られているシングルモルトウイスキーグレンマレー、今回飲み比べる3種類を紹介していきたいと思います。まずスタンダード品となるグレンマレーのフラッグシップボトル、エルギンクラシックは熟成年を表記しないノーエイジタイプのものとなり、バーボンダルで熟成された原酒をメインに使用しています。香りはシトラス、若草、レモングラスなどのハーブ感、ややアルコールの刺激などもあるようで、タルカンピートは感じず、味わいはほんのり甘い口当たりが特徴です。とにかく飲みやすく、晩酌用のシングルモルトと言えるでしょう。続いて紹介するのはグレンマレーシェリーカスクフィニッシュ。こちらはクラシックをシェリー樽にて熟成させたボトルとなっていて、甘み香りの方向性としてはラムレーズンやプラムなどシェリー樽由来の味わいが特徴となっていて、後半にかけてフルーティーな甘みがふわりと感じられます。グレンマレーのスタンダード品の中では少しスパイシーな立ち位置となっているようです。そして最後に紹介するのがグレンマレーポートカスクフィニッシュ。こちらはスタンダードとなるバーボンダル熟成のクラシックをさらに8ヶ月ポートダルでフィニッシュしたボトルとなっています。甘み香りは先ほどのシェリーダルと同様にラムレーズンやプラムなどポートダル由来のほんのりとした甘みや香りをまとった風味となっています。ハーバルなグレンマレーに赤みがかった甘みをプラス、シェリーよりはタンニン感を強く感じるのが特徴となっています。というわけで箱からすべて出してみたわけなんですけれども、今回飲み比べる3種類はですね、すべて 700ml でアルコール度数は40度となっています。そんなグレンマレーのベーシックスタイルな3種類のボトル、ストレートトワイスアップロックハイボールと順を追ってテイスティングしていきたいと思います。ではストレートでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちらグレンマレーエルギンクラシックスタンダードボトルをストレートでテイスティング。
さあどうかな。うん、割とアルコール感も結構感じるね。なんかフルーティーなニュアンスと、まあ、同じぐらいやっぱアルコール感もしっかりあります。さあちょっと若いのかな。あ、でも飲みやすいですね、うん、非常にあの甘み中心のブレンドで、あ、バーボンバレルってことで非常に飲みやすいブレンドですね。後追いでちょっとあのじわっとビター感があって、思ったよりアルコール辛さはないですね。そのあたりはやっぱり40度なんで、まあまあそういう意味ではいいのかなと思います。では続いてこちら、グレンマレーエルギンクラシックシェリーカスクフィニッシュをストレートでテイスティング。あ、こっちはちょっと酸味がかった香り、うん、ちょっと特徴的ですね。うん、ちょっと酸味がかった。なんか通常のなんかスタンダードボトルと比べるとちょっと結構酸味香があったりしますね。うん、あ、やっぱりちょっとシェリーカスクフィニッシュという感じで、まあしっかりとその飲んでもやっぱり酸味感があって、うん、じわりとそのしっかりとインパクトのある味わい。これはまたあのちょっと違ったニュアンスですね。アルコール辛さやっぱこっちもそんなに言うほどない感じなんですけど、こっちの方がなんかどっちかというと濃い味ですね。まあ、色味の方も結構ね、あの一番濃いのかなっていう印象で、うん、そのあたりも含めてちょっと面白いですね。ではラスト、こちらグレンマレーエルギンクラシックポートカスクフィニッシュをストレートでテイスティング。さあどうでしょうか。あら、こっちはまたちょっと、うん、シェリーともまた違うね。うん、ちょっと穏やかですね。あ、逆にかなり、まあどちらかというとちょっとあのスタンダードボトルに近いような立ち位置ですね。うん、でもアルコール辛さは一番これがないような気がします。うん、飲むと非常に甘みが強い、まあ、スタンダードボトルにちょっと寄ってる感じかな。ああ、よりさらに甘みが強い。うん、なんかシェリーとポートってね、割とあのなんか親戚っぽい感じの樽ですけど、なんかグレンマレーに関してはかなりちょっと立ち位置も違うかな。一番穏やかな甘み、うん、ストレートの中ではかなり一番 あっさりとした感じがあって、これがでも加水でどう変わるのか、トワイスアップで追加検証していきたいと思います。はい、では続いてトワイスアップで追加検証していきたいと思います。まずはこちら、グレンマレーエルギンクラシックスタンダードボトルをトワイスアップでテイスティング。さあどうでしょう。あ、やっぱりあのアルコール辛さも消えましたね。落ち着きました。うん、加水することでね、あの割とフルーティーなニュアンスが前面に出てきました。香り立ちいいですね。あ、でも飲むとね、こう加水が進んだことであの結構ね、あの平たい味になります。割と淡白ですね。でもフルーティーな甘みっていうのはしっかりと感じられるので、まあ、加水っていうかあのハイボールとかにすると非常になんかあのマイルドな仕上がりのハイボールになるかなと感じますね。では続いてこちら、グレンマレーエルギンクラシックシェリーカスクフィニッシュをトワイスアップでテイスティング。さあどうでしょう。あ、やっぱりこの結構シェリーのなんか癖強って感じよね。うん、なんかストレートの時もそうやったけど、かなりその酸味香っていうか、なんかフィニッシュだけなんですけど結構ね、なんか特徴的ですね。香り立ちも一番なんかやっぱりしっかりと感じられる。で、やっぱ加水が進んだことでアルコール辛さが引っ込んだので、余計にそのシェリー感っていうのが強く香り立ちから特徴が出てます。あ、でも飲むとやっぱりそのスタンダードボトルに通じるなんか穏やかな感じ。加水するとすごくね、なんか穏やかになりますね。うん、でもしっかりとシェリー感を感じるので、そういう意味ではやっぱりちゃんとあの特徴っていうかがしっかり別のものって感じ。ただまあこのグレンマレーブランドっていうののそのまあ穏やかになる感じっていうのはなんかちょっとここ似てるかなとも思いますね。ではラスト、グレンマレーエルギンクラシックポートカスクフィニッシュをトワイスアップでテイスティング。さあトワイスアップでどうか。
もともと穏やかやったけど、めっちゃ穏やかになったね。うん、やっぱりその、まあ、もともと一番ストレートの時点でもアルコールガラさっていうのは落ち着いてたけど、もう加水することでそれはいなくなって、穏やかな甘さっていうのがふわっと香るって感じですね。多分3種類の中で一番おとなしい感じですね。もう同じく、まあ、穏やかになって、割と加水すると穏やかになる印象、よりまろやかな、うん、スタンダードボトルに比べてかなりまろやか。個人的に今の中で言うと、このポートカスクフィニッシュが一番飲みやすいような気がしますね、うん、非常に穏やかかつそのバランスもいいかなっていうところで、ではこれを冷やしてどう変わるのか、ロックで追加検証していきたいと思います。レッツロック。ではロックで追加検証していきたいと思います。まずはこちら、グレンマレーエルギンクラシックスタンダードボトルをロックでテイスティング。レッツロック。さあどうか。香りはちょっと落ち着いちゃいますね。うっすら爽やかな香りっていう程度です。ああ、なんかバーボンバレル由来の、まあ、分かりやすい甘さって感じですね、うん、非常にでも飲みやすいです。ロックいいですね。もう本当にあの大衆品で、まあ、分かりやすいあのフローラルな感じで、うん、ただやっぱりその少しアルコール辛さも立つので、まあ、もう少し加水が進んだらより甘さが際立つのかなっていう印象です。では続いてこちら、グレンマレーエルギンクラシックシェリーカスクフィニッシュをロックでテイスティング。レッツロック。あ、でもすごいシェリー感すごい。あ、なんかロックにすると結構香りますね。シェリー感がしっかりと、うん、酸味効果結構やっぱ強いですね。このかなりシェリー感強め、なんかしっかりとそのフィニッシュのそのシェリー感なんですけど、かなり甘みと酸味のニュアンスっていうのが強く出てて、かなりドライフルーツ感もあって非常に面白いですね。ロックなかなか特徴的な味わいになってます。非常にあの個人的には刺さる感じでいいと思います。ではラスト、グレマレーエルギンクラシックポートカスクフィニッシュをロックでテイスティング。レッツロック。さあ、穏やかなポートカスクフィニッシュなんですけど、ここまでね。さあ、それがどう出るか。ちょっと香り立ち弱いですね、ちょっとシェリーほどなんか主張してこないです。でもマイルドなんですよね。非常にストレート、トワイスアップ、ロックとずっとマイルド。一番主張強いのはこちらのこのシェリーですかね。なのでポートはなんかすごく穏やかな感じで、まあ確かにまあスタンダードボトルが一番この中ではね価格帯的に安いものにはなるんですけども、スタンダードボトルと比べるとかなり穏やかな感じでまとめられてるなっていう印象で、やっぱりその主張の強いこのシェリーカスクフィニッシュで、穏やかなポートカスク、そしてまあスタンダードボトルはやっぱりそのなんていうか分かりやすいバーボンバレル感っていうんですかね、そのしっかりと特徴が出てます。でもロックはね、このシェリーカスクフィニッシュが一番あの個人的には好みというか、一番その味に抑揚があって特徴がある、まあ、冷やしていいんだろうなって感じですね、ではラスト、これをハイボールスタイルで検証して締めたいと思います。ではラスト、ハイボールスタイルで検証して締めたいと思います。まずはこちら、グレンマレーエルギンクラシックスタンダードボトルをハイボールスタイルでテイスティング。なんかうっすら爽やかな洋梨のような香り立ち、やっぱ思ってたけどハイボール多分一番いいんだろうね。香り立ちすごいです。ソーダでしっかり上がってくる、飲みやすい、すっきり爽やか、洋梨感あふれる。で、あの舌の上にいい感じの甘みが乗るね。あのリンゴとかのニュアンスもありますね。非常に甘い、
飲みやすいバーボンバレル感。ああ、いいですね。これ多分、本当ハイボールが本当ベストマッチって感じ。非常に美味しい。いいですね。癖がない。なんか飲みやすい、甘い。で、やっぱノンピート感。非常にハイボールにするには最適な、まあ、ボトルかなと思いますね。いやいや、非常に優秀、グレンマレー。うまい。では続いてこちら、グレンマレーエルギンクラシックシェリーカスクフィニッシュをハイボールスタイルでテイスティング。さあ、ハイボールスタイルでどう変わるか。香り立ちちょっとこっちの方がいい感じですね。なんかちょっと落ち着いちゃったね、こっちは逆に。あんま香らない。あ、でも飲むとしっかりシェリー感あるな。でも個人的にはなんか砂糖菓子の味だ。結構なんか分かりやすいのがなんかなんだろう、うなぎパイっぽい感じ。うなぎパイっぽい、なんか要は砂糖をまぶした焼き菓子みたいな感じで、ただこのスタンダード品に比べるとかなりそのまた違った感じで、これはこれでいけるな。なんかハイボールはやっぱりグレンマレーいいんでしょうね。非常にソーダとの相性もいいです。あ、個人的にはやっぱりあれですね、多分ソーダとの相性がいいんだろうね。非常にこっちは本当に焼き菓子に砂糖をまぶしたようなニュアンスです。非常になんか特徴的で、なんかここまでのなんかシェリー感とは違ったなんか伸びやかな甘さっていうのが非常によく出てます。ではラスト、グレマレーエルギンクラシックポートカスクフィニッシュをハイボールスタイルでテイスティング。ここまでの穏やかさが、さあソーダでどう変わるか。香り立ちはうっすら香るって出るよね。なんかシェリーよりは一応なんかうっすら香るけど、穏やかな味わいが、さあどう出るか。最初から最後までまろやか。こっちは逆に本当、焼き菓子じゃなくて本当砂糖菓子やね。どっちかというとめちゃくちゃ甘い砂糖菓子。あんことかのニュアンスにも似てるけど、なんか俗に言うその和三盆みたいな、なんかそういう甘さ、しっとりと穏やかな甘さですね。こっちはなんか焼き菓子のニュアンスなんですけど、それからするとこっちは爽やかで、フルーティーなニュアンスがあって、あ、でも改めて穏やか。もうなんかストレートトワイスアップロックハイボールとずっと穏やかなので、本当になんか主張の強いシェリーで穏やかなポート、そしてやっぱり分かりやすいバーボンバレルの通常のスタンダードボトルって感じですね。でもどれもソーダに関しては非常にいい感じに味わいが感じられます。でそれぞれ特徴がある。これ、ソーダスタイルは全ておすすめできますね。いいと思います。というわけでお送りしました G1 シリーズ初登場グレンマレー3種飲み比べ、いかがだったでしょうか。福袋から出てきた3種類のグレンマレー、今回無事に供養ができました。実際にですね、福袋企画で出たあのボトルどうなってるのって皆さんなんか最近割とコメント多いんですけれども、こういった形でしっかりと動画上でですねテイスティングやったりですね、まあ我々のお店のイベントで使ったりしてるわけなんですけれども、今回改めてこの G1 シリーズでグレンマレー飲んでみて思ったんですけれども、やっぱりそのこの価格帯でシングルモルトって言ったら、あとはロッホローモンドのクラシックとかね、グレングラントのアルボラリスとか、まあ、割と限られるんですよね。でその中でも特にそのやっぱり味わいのラインナップが多いこのグレンマレーというブランドはですね、非常にやっぱ改めて個人的にすごくねグッとくるというか、これ以外にもシャルドネカスクや本当スモーキーなタイプで、あと何がありました、あとカベルネカスクというものもあるんですよね。って考えると、まあ、白ワインカスクとかですかね。だからそういう意味ではかなりこのグレンマレーというブランドはですね、味わいのそのバリエーションも広い、ある意味大衆向けシングルモルトという意味ではかなりですね非常におすすめできるブランドかなと思います。
個人的にはなんか山屋さんがすごく力を入れておられるブランドっていう印象があるんですけれども、まあグレンマレというブランド非常にですね、まあモッサン改めて今回飲み比べてみて、あのおすすめできるなと思いました。まあ皆さんですね、こちら気になる方はですね、ぜひぜひあの主販店などで一度お求めいただければなと思うんですけれども、山屋さんやリカーマウンテンさん、それ以外にもね、あの全国の酒屋で結構普通に見るブランドですので、まあ手に取っていただければなと思います。で、価格もね、すごくリーズナブルで、2000円から3000円ぐらいの間で、なんならあの、景品付きでね、グラス付きのものとかもあったりするので、本当にね、リーズナブルかつあの、味わいもしっかり担保されている。それでいて、味のバリエーションも多い。それがグレンマレーブランドだと思います。今回の動画良かったなと思う方、いいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。そしてですね、こちら、皆さん、これからは、ハッシュタグ、ハイクラで、宣伝していただければなと思います。皆さん、ハイクラですよ。ハイクラ。そうです。はい、よろしくお願いいたします。